La Galerie Nishido présente calligraphe Rogen Ebihara avec les œuvres de ses élèves et installation de pièces de cérémonie de thé montables démontables créées par Tsubaki Design Architect Office. 今回は日東ギャラリーで3回目の展覧会個展ということなんですけども、まあ、今回はですね私の一門の生徒さんたちと一緒に、約3年半ぶりぐらいですかね、まあ、そんなような展覧会になりました。で、まあ、今回は、スペシャルゲストとして、私のお弟子さんですけど、椿邦治先生をこうお招きして茶室の前庵という茶室をここで組み立ててお茶会をしようっていうそういうふうな発想が生まれましてですね、で、まあ、ここに茶室を入れることによってですね日本の心だとかそういうおもてなしの心だとかそういうふうなものがこう表現できたらいいかなっていうふうにそういうふうに思ってました。で、まあ、今回の展覧会においての、まあ、コンセプトはですねまあそこにある作品と同じようにやっぱり自然の禅というそういうふうな言葉をですね、まあ、キャッチフレーズにしましてですね、まあ、コンセプトにしまして、まあ、森羅万象世界人間のこうあらゆるこの現象等々をこう合わせたそういうふうな作品群とあと私の生徒さんのいわば人間の営みとかそういうふうなことを含めてそういうふうな作品の並びってそういうふうな形になりました。今回スーツケース茶室全案を持ってパリまでやってまいりました。今回はですね海老原ロゲン先生書家の海老原ロゲン先生とともにですねコラボレーションということでここでスーツケース茶室全案を組み立てさせていただいております。全案はですね日本の匠の技が詰まった茶室でございまして匠の技を世界に発信したいとそしてまた日本の文化を発信したいという思いがこの茶室という空間を作り上げております。ぜひですねパリの方々そしてまたフランスの方々にですね日本の文化をもっともっと知っていただきたいなというふうに思っております。全案はですね世界中を今飛び回っていこうと思っておりますのでこれから日本の文化茶道がですねもっともっと発展することも祈りながらそしてまた書家の海老原ロゲン先生とともにですね、文化を発信をしていきたいというふうに思っております。